こんにちは、まぴちゃんです。今日はですね、ここのグラウンドが広がってますね、障害スポーツ北広場というところに来ています。ここはですね、あっちの方七光台駅がありまして、七光台駅の割と近いところにあります。で、ソフトボールをはじめ市民誰でも申請すれば借りられるということで、ぜひよかったらね、使ってみてくださいね。で、今日もですね、ゲストの方をお呼びしております。じゃあ、ぜひぜひ入ってきてください。こんにちは、フォーツレンジャーのナイトアノンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。野田市は来たことありますか？あります、来たことあります。どういう感じで来ました？おばあちゃんが住んでてよく来てます。あらららららら。今もじゃあ今もはい、たまにいます。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お名前もう一度いいですか？内藤アノンと申します。内藤アノンさん、はい、なんて呼べばいいですかね、この歩いてじゃあアノンちゃんって呼んでください。じゃあアノンちゃんで、はい、マピちゃんで、マピちゃんでお願いします。はい、お願いします。はい、普段どのような活動を？そうですね、フォーツレンジャーという名前で6人組で YouTuber やってます。はいはい。そうすると、検索すると出てくる？そうですね、出てきます。キーワードは何ですか？フォーツレンジャーで出てきます。フォーツレンジャーカタカナ？カタカナで、はい。あ、じゃあぜひ皆さんね、はい、検索して見てみてくださいね。よろしくお願いします。じゃあ今日はですね、ここをこう歩きながら、はい、野田の自然をちょっと満喫していただきたいなと。はい、わかりました。ありがとうございます。虫さんとか大丈夫ですか？虫さんですか？虫さん、あ、虫全然大丈夫です。あ、さっきからね、あ、ここにいますけれども ね、はい。ではじゃあ虫さんも、はい、やっていきたいなと思います。じゃあこれから歩いて、はい、自然豊かな場所をちょっと歩きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここ北広場って言うんですけれども、あれ、カメラマンさん、北広場ってことは南広場ってどっかにあります？いや、ないみたいです東は？いや、ないみたいですよ。じゃあ西も？ないです。北だけ。ああ、面白いですね、これはね。野田のトリビア100に入れられますね。北広場は北しかないっていう。もうね、結構夏なのね、セミさんも鳴いてるし、蝶々、ね、もいっぱい飛んでるし、はい、今年はどうですか？お外出てます？全然出てないですね。なかなかね、コロナ禍の影響もあるし、しかも梅雨長かったし、はい、開けたら開けたでこの猛暑です、ね、なんか外に出るなって言われてるような、ね、お空にね。そうですね、はい。ですね、道路って管理しているところによって国道、県道、はい、市道ってありまして、野田市の管理している道路は市道、はい。で、まあ、国道、県道でも国と県が管理してるからさぞかし立派かと思いきやね、はい、国道の国をひどいって書く国道とかね、あ、県道の県を険しいって書く県道とかね、 あったりするんですけど、はい、まあ市道にもそういうのがあるのかもしれないですね。まあ、特に名前はついてないんですけど、市の道とか言ったら怒られちゃうかな。まあでも道がなくなってね、まあもう自然に帰ってるような状態のところなんですけど、はい、実はここから、はい、その野田市道があるんですよ、はい、その火の道が。そうなんですか。ちょっと行ってみましょうか、はい、どこでしょうかね。こっちかと思いきや、はい、こっちなんですよ。これを、ここにこれが市道だなんて誰も思わないかもしれないですけど、ちょっと入っていきますね、はい。これだけです。こんなとこに店が隠れてたんですね。すごいですね。はい、そのひどい道、険しい道マニアにはたまらない道なんですけど、はい、まあ、もう昔使われてたんでしょうね、自然に帰ってね、はい。その日ぐらいは通ってるかもしれないですよ。こう林の中は涼しくていいですね。そうですね、涼しいですね、はい。
じゃあこの辺りから少し何か探していきたいんですけれども、はい、ちょうど時節柄あんまりお花がないんですよ。ここはどうですか。何ですかこれ。これは多分皆さん食べたことあると思うんですけど、これ根元はそこですね。掘ると何かがあります。掘ると何かがある。何ですか。その代わり掘るのはとっても大変です。そうなんですか。え、下に向かってズドーンと伸びてますんで。え、長芋ですか。あ、いいとこ行ってますね。山の芋、山芋です。あ、自然薯ですね。すごい。掘れば掘れますよ。その代わりね、すごい大変なんですよね。下に向かってまっすぐ細く伸びるから2時間ぐらいかかるかもしれないです、そうなんですね。本当はね、この場で食べてもらいたいところなんですけど。これは何の、すごい樹皮が、木肌がすごいいいですね。なんか変ですね。はい、何の木だろう。赤目かしわ、もしかして赤目かしわの木のような感じですね。この木肌がすごい、あのメロンみたい。メロンみたいですね、はい、メロンは好きですか。大好きです。あ、抜け殻ですね、はい、しかも2つ。仲良し。ニンゲルかな。ちょっとちっちゃいから。かわいい。かわいいですね。お持ち帰りしますか。お持ち帰りできますね、これ。はい、洋服につけるんですよ、私。あー、いいですね。夏の風物詩ですね、これは。でそこ、あ、ここに、はい、お花が咲いてますね。ようやくお花。あ、本当ですね、はい、黄色いの。お花の形が、はい、カン首って知ってますか。わかんないです。狩りの首。狩りの首。狩りっていう鳥さんがいて、はい、それの首みたいにここキュッとなってるんで、カン首草っていうんです。すごい。で、その隣のこのハート型の葉っぱはスミレです、はい、スミレ。春に白い花が咲くマルバスミレっていう種類です。白いスミレになりますよ。今はね、あの春じゃないんで、はい、葉っぱしかないですけどね、うん、足元にいろいろありますね。そうですね。